こんにちは、ナークです。今日はね、ハンバーガー屋さんのねチェーン店のカールスジュニアに行ってみようと思います。私その他にもですね、ハンバーガー屋さん巡りとかですね、大学の様子とかですね、ヨーロッパの動画作っておりますので、よかったら見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。だからこれ美味しそうだね。カリフォルニア、クラシックダブルチーズバーガーコンボ、長いけどね。ミックスマッチ、あ、なんかこれも美味しそうだな、ね、2個で4ドルだってね。え、なんか美味しそうだね。エルディアブロ、あ、なんかあのディアブロって書いてるのは辛そうだね。メニューはね、こんな感じになってるね。ちょっと拡大してみようか。こんな感じ、辛そうなやつは。で、ドリンクの方はラージ買ったから、スモールだったらね、別にスモールもラージもね、正直言ってね、飲み放題みたいな感じになってるから、スモールもラージもまあ同じって言えば同じなんだけどね。クレジットカードと同じ大きさだよね、ほぼね。だからどれくらいね、ラージのね、飲み物が大きいかってことだよね。だって手よりも、なんていうんだろう、手よりもでかいからね。ここのね、カールスジュニアの内部ね、レドンドビアだ、レドンドピアじゃねえや、レドンドビーチだから、ほら、ね、いつもね、見てるレドンドビーチのね、ザピアって書いてるのと、ほら、レドンドビーチって書いてるね。はい、届いてるものね、届きました。これ多分ね、でっかい、えらいでっかい箱なんだけど、これちょっと待って、ちょっとこれ編集しよう。チキンテンダーね、開けてみたらね、こんな感じだね。でもも肉かなと思ったんだけども、ささみとかの部分かな、この長いやつとか、そんな感じだよね。で、あとはちょっとこれをずらして、スーパーなんだかコンボ、自分で頼んでたの忘れちゃったんだけど、これポテトだよね。で、これスーパースターチーズバーガーかな。で、これケチャップなんだけど、これがね、多分ね、タコスだね。で、これがホットドッグだね。ちょっと開けてみようね。これがタコスでね、ちょっと、上から見ようかな。こんな感じで、1ドル50だから150円くらいで、ホットドッグもね、もうパンにホットドッグじゃなくてソーセージ入れた感じで、これも1ドル50くらいだね。だから、自分でマスタード入れたりね、ケチャップつけて食べるって感じだね。これも、そんな感じで、大きさとしてはね、そんな大きくないね。ポテトの長さはね、これくらいだから、そんな大きくもないかな、両方ともね。まあ150円くらいだからね。ハンバーガーはね、やっぱりね、でかいよね。もう本当に、なんて言うんだろう、ちょっとタコスで比べるとね、タコスこれくらい、なんて言うんだろう、これ遠近法だからあれだな、タコスがでっかく見えちゃうな。これくらい、ほらね、タコスの方がちっちゃいんだよね。だからハンバーガーの方がでっかいね。もうアメリカっていう感じの、まあこれはね、どこのお店もそうだけども、でっかいタイプのねハンバーガー、頼むとこんな感じで、ボリュームやったらとあるやつが出てくるね。いつものようにね、ちょっと歯型ついてごめんね。このね、スーパーチーズバーガーっていうのかな、名前ちょっと忘れちゃったけども、これ面白いのはさ、ほら、お肉がさ、こう2段になってんだよね。まあ、もちろんここにほらチーズが入ってんだけども、で、下にね、こんな感じで、野菜がね、下側にドバドバっと置いてあって、上側はもう肉ってギュッとこう2つ重なってる感じなんで、これはこれでカールスジュニアのなんか特徴、ハンバーガーの特徴なのかなって感じはするよね。このタコスの味なんだけどもね、なんか昔のね、アメリカのタコスって感じの味、なんか今のなんか、ほらカリフォルニアってヒスパニックがもう今半分以上っていう人口比率がね。で、メキシコっぽいね、南米っぽいタコスの味になってるんだけども、その前はね、その昔のなんかアメリカの、なんて言うんだろう、メキシコが入ってないメキシコ系の、何を言ってんだ私は、タコスの味だから、セラントスとかも入ってない、つまりパクチーとか入ってないし、もうなんて言うんだろうね、シンプル、チーズね、ほらカットチーズが入って、あとちょっとごめんね、歯型ついて、で辛いね、なんかそぼろ肉みたいなのがあって、で、キャベツがねちょろちょろ入ってるって感じのね。どちらかって言えばね、私もスペイン語でね、
タコス買ってみたみたいな動画とか作ったけども、どちらかって言えば私もあの南米系のねセラントスとかが入ってた方が好きかなって感じ。これも個人の意見なんだけどね。じゃあね、今からねホットドッグ作るね。でもらったやつはね、ちょうど私あのケチャップも大好きだしマヨネーズも好きだし、辛いのは嫌いだけどマスタードは好きなんでね、これあのちょっとかけてみますね。でソースがね漏れないようにね、一回あのハンバーグってハンバーグじゃねえやこれ、あのホットドッグのねパン開けて、でそこにね、ケチャップとねはみ出さないように、マヨネーズとねマスタード入れてみました。だからこれあとねこうやって閉じてしまえば多分ニョニョンとニョニョンと出てあんまり出てこないんじゃないかなっていうか、ちょっと出てきたね。チキンテンダーをね一つ食べたんだけどね、ちょっとさすがにねお腹いっぱいになってきてね、ハンバーガー食べた後ねタコス食べてホットドッグ食べりゃそれお腹いっぱいになるよね。これ家に持って帰ります。そういうわけでね、鶏とね、鶏っていうか鶏とね、あとフライドポテトね、あのこんな感じで持ち帰りにしました。で片手にね、あの脇にねコカコーラも挟んでるんでね、ちょっとあのブレてるんだけども、今日行ったのはねチェーン店でもあるねカールスジュニアのレドンドビーチ店だね。で別にレドンドビーチまで来なくてもね、あの普通にどこにでもカールスジュニアはねあるんで、機会があったらね、行ってみてください。そんな感じで、うわー風強い、まあ、海の近くだからね。それではね本日の動画はこれで終わりにします。私その他にもですね、海外の動画撮っております。ヨーロッパの動画も撮ってるんでね、よかったら見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、カールスジュニアからでした。おやすみなさいと思いながらも、ほらあっちに見えるでしょスマート&ファイナルって、あれね、日本でいう、アメリカだとコスコになるんだけども、あれコスコじゃねえ、日本でいうと日本でいうとコストコ、アメリカでいうとコストになるのかなみたいな感じで、あそこは会員権のいらないそのコストコみたいな場所だよね、スマート&ファイナル。ここもね、なんていうんだろう、業務用とかが売っててね、それで会員制じゃないので、私はおすすめですね、このスマート&ファイナル。